はい、こんにちは、草木です。メッセ戦士から始めていきます。ということで、今日の初戦はクップドゥフランスでメッセ戦ですが、まあ選ばれてないと。まあ普段とメンツ、前線のメンツがちょっと違うけど、勝ってほしいな。おー、2対1。はい、ということで、続いての試合は11位リール戦です。さあ、今日の真ん中はバルデとね。まあ今日は割と適性がみんなある選手ばっかだから、なんとかなりそうな感じはある。リールも11位とは思えないぐらいのメンツの良さだからな。OK。よーし、ナイスパス。マジでナイスパス。さあ、これ走って、どこまで行けるか。フォルマーに預けるのもありだな。やべ、落ちすぎた。だったら仕掛けるか、自分で。うーし、うわ、ダメだ。または抜けたけど。または抜けたけど、最後まで行けなかった。ちょっと、あそこの仕掛け方、もう一回考え直さないといけない。おー、決まってないんかい。誰だ、最後ヘディング。折り返しってわけじゃなくて、多分クリアがいいところに行ったんだろうけど、ちょっと引きつけすぎたな今のは。ここ中央入るか。あー、サイド行くか。おー、うまっ。ファ、ここ行ってくれ。よし、通ったけど、あー、クリアか。 OK、 よし来た、よし来た、上がる、よし来た。斜めに走って、このまま突破する。シュート。くそー、もう打ちに行った。てか、いつになったら終わるんだよこの試合。ああ、前半終わった。ちょっとここまでの試合が調子良すぎだからな、反動が来てる感じがある。実はね。お、来た。うわー、いやー、そっちじゃないんだけどな。ここ行ってくれ。よー、ダメか。よー、通し切ったけど、ちょっと厳しかったか。ちょっと遠かったね、シュート。まあでもちゃんとマークいたからな、難しかった。ロングパンダマジでやめてくんねえかな。通った記憶ねえんだよな、ロングボール。あー、そっちか。あー、フォルマーサイド行くか。じゃあ俺中央行こう。ここ、よし、切った、シュート。はい、来た。いいところでもらえた。ナイスパスだわ、ケイタ・バルデ。フォルマーがサイドに流れたから、代わりに中央に行ったらうまいところでもらえた。最後落ちてニアとね、あの裏への抜け出しの形にストライカーだった頃の経験が出たな。12ゴール、もうちょっと取れないな。20は生きて、ああ、これは OK。 さあ、サイドから、ここ入れる、ここ、ここ、ここ、うわー、どうだ。よし、来た。これは決めるしかないでしょう。シュート。はあ、引いて、これ外すか。ほんと決定力ない。オッケーオッケー。ああ、来なかった。どうする？はい、リターン。即リターン。ここ、ああ、ミスった。中入ってこなかった。あ、でもいいな。おわ、決まんねえのか。シュート。ここ、来い。いやー、通ってくれ。よし、来た。39番誰だ？うわー、こいつ交代で入ってきたのか。じゃあスタミナあるわ。さすがに走りだけでかわすね。シリベ上がっていいよ、シリベ上がって。はい、オッケーオッケー。ナイス、クロスにはならなかったな。おお、なったわ。あー、終わったー。メッシの1点を守りきってのゴール。あか、ゴールじゃねえわ、勝利。まあシュート4本打って1点か。もう1点は 100% 決めれたんだけどな。まあ、ただこれ、シュート1本も出すね、今日も守備。いや、確かにシュート打ったシーン、記憶いないわ。硬すぎでしょ。はい、ということで、2試合目はリーグワン7位のリヨン戦です。まあ、前の試合はな、なんとか 1-0 で勝って、今のところ公式戦10連勝という、まあ、信じられないぐらいの好調具合だからな。ここに勝てば11連勝。まあ、ただ公式戦10連勝しても、未だ PSG と5ポイント差っていうね、どんだけ勝ってんだよ、あいつら。まあ、リヨンもデパイいないし、レンヌもガマビンがいねえからな。結構有力選手がいなくなってる。リーグワンはマジで PSG 以外。こっちを、あー、来ないよ。いやー、ダメか。あ、いやー、来た。お、本当に来たわ。ナイスゴール。まさかの先制ゴール。あれ、パス出てたんだ。長すぎると思ったんだけど、意外と間に合ったな。いや、今のパス普通に長えと思ったのにな。ここ反転し損ねてミスったと思ったけど、フォルマーいいパスだった。しかも右足。最初に来た1対1のチャンスを決めて13ゴール目。
よし、またウィンガーに戻って、ちょっと点から得点から離れてたけど、だいぶ戻ってきた感じだな。ウィンダルか。これ中縦いるな。ここでパスもらって、あ、スケール速攻。きつい。いや、ここはちょっとこっちであえて持って。来てくれ。シュートー。ここ中央に入って、オープンで。ここ、あすけで。うおー、うまっ。よう回せたな、今の。いいぞ。そう、来い。シュート。あー、当たるかー。くっそ。あの距離感でも当たるんだな、ディフェンダー。まあでも終わりかな、前半は。これで。前半終了1対0。いやー、まさかの1点取れたけど、そのまま終わったね。またどっちかっつうとかなり、どっちかっつうとこっちが押してるか。よし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 、これはうまい。うまいし、でかい。中央いくか、これは。こういうとこそ中央走る。ここ転び。よし、出せた。いやー、なんで下げたの。おー、でもうまい。おー、打つんかい。さあ、コーナー、コーナーからのこぼれ球。いやー、でも、これは、おー、決まった。普通にいいヘディング。この時間帯での1点追加はでかい。そして、ヨベティッチが交代出場、即ゴール。綺麗なヘディングだったな。ボールがもそもそもピンポイントだったし。いや、これは定着あり得るな、ヨベティッチ。真ん中、今、いまいち誰も点取れてないからな、真ん中の選手。さっきから守備めちゃくちゃ硬いもんな。クロス1本すら許さないもん。クロス、まあ許したけど、褒めた途端に失点するのやめてほしいな。クロス1本許さないって言った途端にクロス許して、そしてゴールまで許しちゃったからな。まあでもディフェンダーいたんだけどな、ちょっと押されてしまったな、相手の勢いに。相手の方が体勢崩してたぐらいなのに。ケレムで見る場合2ゴール目。いやー、ちょっと1点差は分からなくなってきた。よしよしよし、ここからボールを持つ時間を長引かせて、なるべく。よし、ここで、いやー、危ねえ。いやー、持ってくれ、持ってくれ。よしよし、あー、うん、そこ唐突。あ、俺か。いけ。よし、フォランド。いやー、何してんの、お前。クロスぐらい上げろや。これ、ラストチャンスだな、本当に。シュート。はぁ、マジかよ、お前。まあ、勝ててよかったわ。いろいろあったけど。ヨベティッチのボールと、メッシのゴール。今日はシュート4本、手前1本で、まあゴールできたからいいかな。キーパスもあるしね。いいね。てか、また今日もシュート1本しか相手に許してない。なんかシュート本当に相手に許さなくなったな。守備硬くなった。ただまあ失点はしちゃったけどね。はい、まあ試合後で、まあちょうどね、実は移籍期間だったんで、まあこれがちょっと最終日なんですが、モナコまさかの全放出という、しかもアフォロー、オニエクル、ドスサントス、コーディというスタメンクラスプラス準スタメンクラスを全員売るという意味不明なことをやってるね。え、これ大丈夫なの、モナコ。てか、俺の所属したチームも一回もまともに補強してないんだけど、大丈夫？まあ、ちょっといろいろ放出とかありましたが、気を取り直して、続いての試合はリーグ8位のボルドー戦です。案の定、センターバックの層やばいことになってるんですけど、モナコさ。モナコさすがにそれはないよ。まあ、ただただチームを弱くするの、マジでやめてくれ。普通に戦力を売るという謎。OK。中央で、これはきついな。ちょっと待って。あ、走れるか。いけるいける。いや、開いた。いけ。オッケー、アシスト。狙い通り、バルデ。ナイスケータバルデ、あっさり先制点。足が速いからね、やっぱ前に出てくれると楽だね。頭クロス入れるだけ。ケータバルデ3ゴールか。やっぱ寂しいな。もともとウィンガーやってたとはいえ。すげえ中途半端な状態になってる。ほい、フォルマ。よーし、ナイスパス。欲しかったパスが来て。バルデ、あー、ダメか。あ、オンゴール。ラッキーだな、今のは。全然クロス的には通ってなかったしな。綺麗なヘディング。あれ、これバルデのゴールじゃないんだ。結構ヘディングしたのバルデっぽいけど。あー、でも相手か、確かに競ってた分か。まあ綺麗なもん。あ、コセルニーじゃん。いや、ここ前に行こう。ここも真ん中で待っとこう。来ないか。ちょっとサイドで戻ろう。よし、来た。いけ。あ、シュートでもいいぞ全然。おー、いいシュート。タブレット決まらないと。 OK、 ナイスタックル。さあ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 、前行こう。落として、だいぶ今日めちゃくちゃモナコペース。おー、いいね。シュートダメか。ちょっとケイタ決定力
ッケー、CD ベイにも上がってもらって、行け。パスをサイドに見た。あー、そっきちゃうか。シュート。はぁ。攻めて止まってから打ちゃよかったか。今日3試合今のところ全部守備硬いんだけど。さま、リオンも1点取られたとはいえ、まあな、あれもシュート1本だからな。シュートすら許さない守備だからね。すごいよ。中央、開いた。シュート、あー、ダメか。最後にシュート打って終わったけど、まあでも無謀だね。まあでも2点リード。しかも2点ともクロスから演出した。まあバルデにもうちょっと決めてほしかった感はあるけどな。シリベ。どうする？おー、そっち？いいね。お、シュート。うわー、ダイレクトだな、今のは。ダイレクトしなきゃディフェンダーが入ってきちゃう。ちょっと後半は前半と違って攻撃うまくいってないな。来い。おー、そっちか。よし、来た。さあ、ここは、ニア。はい。決まんねえ、右足は。ほんと、一回決まったとはいえ。ほんと、一回だけだからな。あ、これいった。外れるのか。いや、セーブか。良さあったな、逆取られたのに。いや、本当に何もさせないもんな。守備がいい。よし、中央行って。こら、中央抜けて。あ、開いた。ガラキ。シュートー、もう、持ちすぎたし、今のボール蹴り出すべきだった。今、なんか中途半端だった。ほんま、やばい。これ、ちょっと開けすぎ。押しないです。ブロック、もう一回。一回預けて。あ、いいよ、お前。よし、来た。ちょっと体勢良くなかったけど。クロスはきついな。ニャーク。ニャーじゃなかったし、ディフェンダーいたし。なんか気づくと、なんか最良得点で勝つチームから最小得点で勝つチームになってるな。いやー、そこスルーパスだったんだけど、もういいわ、一旦リターン。ナイス。ここ、マイナス。よし、やダメか。いやー、それまた合わないか。結局開始早々に取った2点が決勝点というかそのまんまになりそう。後半はなんか動きそうで動かなかったな、お互い。シュート打てないもんな、お互い。いや、やっぱいいところに取られた。うー、ナイスキーパー、スーパーセーブ。よし、試合終了。2対0、結局前半のまんまだったな。さあ、今日はアシストキーパー3本とシュートも4本打ったけど全部枠外だな、ひどいな。ああ、やっぱり今日も全然シュート打たさせてね。シュート、あれがやっぱあの最後の惜しいシュートが1本だけか。もうちょっと決めたかったけど、まあ、でもいいか。さあ、今日も3試合やって3連勝、そして公式戦12連勝とね、恐ろしい勢いで PSG と差を詰めつつある。で、しかも次回多分3試合だったら普通に PSG とリーグで当たるからな。ここが勝てれば優勝まで見える。ただ負けたらちょっとマジいな。ということで今回の動画はここまでです。それではご視聴ありがとうございました。